はい、ということで今回はですね、ハンドル、リールにつけるハンドルの説明をしたいと思います。で、結構ガイドのお客さんとか知り合いの方からハンドルノブってどうとか、使い心地どうとかって聞かれるんですけど、まあそれを僕なりにもう何年も使ってきて思ってみたこと、感じてきたことを紹介してみたいと思います。で、今このタックル、3タックル、リールについてるノブが全部違います。手前にある、これ今ライン巻いてないんですけど、これにつけてあるノブがスタジオコンポジットのサイズは27のノブ、ノブだけ変えてあります。で、こっちはゴーフィッシングの G ハンドルの 100mm つけてます。ノブが一回り大きい、直径が大きいっていう感じで、こっちはスタジオコンポジットの25のサイズを、これもノブだけ変えてあります。この3タックル、まあノブの違いで、まあその釣り方によってサイズを変える、大きさを変えるっていうのが超過につながったりとか、まあ、取れる魚が結果的に増えるっていう感じで僕は使い分けてます。では一番最初に紹介したいと思うのがこのゴーフィッシングの G ハンドル、これなんですけど、まあこのスタジオコンポジットの2つのノブに比べてとりあえずごつい。で、僕比較的手でかい方なんですけど、掴みやすいノブ自体が、こう全体的にスタジオコンポジットの場合は掴むように握るんですけど、 G ハンドルの場合はこう握ることもできるし、ちょっとしたアクションの時にこうノブを軽くつまんでちょんちょんちょんってやるアクションとかに向いてて、なおかつグリップ自体が太いで、パワーが入りやすい、力が入りやすいということで、まあ僕的にはその例えば、まあ一番得意とするマントパンチング、パワーのある釣り、例えば PE 組み合わせた太いラインを使用した釣り方でこの G ハンドル 100mm を使うっていう感じです。で、100mm っていうのは、まあサイズ3サイズあるんですけど、まあ無難にこの 100mm っていうのがその HG ギア比のあれね、 XG でも合うかなっていう、まあ HG には 100mm っていう感じでつけてます。で、これアルミのプレートなんですけど、これも曲がらんくて強いんで、基本的にはこういう PE ライン85ポンドとか巻いた強いタックルでやる、で対応できるっていう感じです。はい、次はですね、このスタジオコンポジットの27のノブをつけたリール、これ今ライン巻いてないんですけど、まあ基本的には16ポンドから、まあ、20ポンドのタックル、ミディアムヘビーとかヘビーで使うようなタックルでこの27のノブ使ってます。で、この27ノブっていうのが、まあこっちにあるこれ25なんですけど、これの使い分けっていうのが、まあ僕なりにあって、例えば手が僕でかいんですけど、27が一番しっくりっていう、くるっていうのも、まあ自分がね、何年か使ってきて使い勝手が良かったっていうのもあるんですけど、基本的にまあ普段使われてる、みんなが使ってるようなタックル、まあ軽いものでもないし、極端に重たいものでもない
まあ、至って普通なルアーのウェイトとか、釣り方であれば27が一番おすすめできるかなっていう感じです。まあ、16ポンド前後の釣りに合うようなのが27ノブっていう感じです。で、これで、例えばこっちの25のサイズと比べて何が違うかって言ったら、やっぱりこのサイズの大きさの違いで、巻き取るそのパワー、巻き取りすぎちゃうとか、巻きが足らないとかっていうのがやっぱ出てくるんですよ、釣りしてて。で、例えばこっちの16ポンド使う方に25のノブをつけちゃうと、ああ、もうあと一巻き二巻きっていうところで回せれなくなる。でも27だとそれが回せられる。で、逆に言ったら、例えば今こっちの25のノブつけてある方は、まあミディアムの竿のパワーに10ポンドっていう太さでやってるんですよ。で、まあベイトフィネスチックな、まあ比較的ライトな釣り方のタイプに25ノブつけてます。で、これね、27と25のノブで釣果変わるのっていう感じなんですけど、変わっちゃうんですよ。それはなんて言ったら、巻き合わせの時にあと1回転2回転巻きれるか巻きれないかで変わっちゃうっていうのがあって、例えばこっちの10ポンドの、まあ比較的ライトなタックルにこっちの25のノブつけちゃうと負けちゃうんですよね。負けちゃうっていうのは、巻きすぎてしまうっていう現象が起きちゃって、例えば巻き合わせの時とかに、あと1回2回余分に力が入っちゃうんで負けちゃう。負けれちゃうんで、その、例えば差を負けしちゃうというか、ラインの強さに対して、ゴリゴリゴリって負けちゃうんで、例えば、フックが伸びたりっていう現象が起きちゃって、それを抑えるために、ラインブレイクを抑えるために、こっちの10ポンドの方はその25のノブっていうのをつけてます。だから10ポンドのタックル、ミディアムぐらいのパワーに25のノブをつけちゃうと、あ、25じゃなくて27のノブをつけちゃうと、パワーが若干強いかなみたいな。なので10ポンドにはこの25っていうサイズのノブで、16ポンドには27っていうそのノブを使い分けてます。なので基本的に僕が今全部ハンドルノブ変えてるのはこの3つになるんですけど、まあ基本的にはそのベーシックな釣りというか、普段使いは27で、若干パワーがライトをちょっと弱くしたい釣りとか、まあおかっぱりとかでやるときは25で、パワーがある釣り、まあパンチングなり、僕だとタイニークラッシュ投げるときに使うのがこの G ハンドルっていう感じで、この3つを使い分けてます。やっぱりハンドルノブ一つで、やっぱりその巻き合わせに関してとか、やり取りしてるときの巻く速さ、パワーで釣果がやっぱり変わるんで、これはね、変えた方がいいと思います。まあ慣れちゃうと、ノーマルのノブだと負けれなくなっちゃうんで、一度変えてそれに慣れてしまえば必然と釣果が上がるっていう感じです。ということで今回はですね、僕がその釣り方に合わせてこのハンドルを変えてる、ノブを変えてるっていう説明になります。参考になればいいと思います。